Hello everybody! 英語学習の時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか？イギリス BBC 最新ニュースを使って私たちの英語力、情報を英語で取りながら情報力アップしていきましょう。まずこのニュース、字幕借りで確認してニュースの概要、アウトライン見ていきましょう。そして2番目に、字幕を使いながら英検1級、難しい単語や表現があれば確認して、そしてニュースの詳細もですね、チェックをしてどんどん情報力高めていきたいと思います。3つ目は字幕なしで BBC ニュースもう一度見て、しっかりとリスニングだけで詳細把握できるのか、リスニング力高めていきましょう。4つ目は日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力アップのためにお手本のネイティブ英語、今回はイギリス英語を真似しながら発音の特徴、音の特徴、ポイントを捉えながらですね、原稿を一緒に音読する音読でたくさん英語を話して私たちのスピーキング力アップしていきましょう。リスニングクイズということで、このニュースに関わるクイズ1問用意してみました。What summit is being held in Johannesburg in South Africa? ということで、南アフリカのヨハネスグループで、何のサミットが今、being held、開催されているでしょうかというクイズですね。クイズの答え、この BBC ニュースに出てきますので、ぜひ、しっかり集中して見ていただいて、答え見つけていきましょう。このニュースから情報を得た後は、自分の言葉で得た情報、そして思ったことをアウトプットする練習ですね。Google 自動翻訳を使いながら、Let's try to speak our information and opinion by our own English やっていきたいと思います。より実践的な自分の持っている情報や思いを英語で相手に伝える練習をやっていきましょう。英検9カジチャンネル。英語学習に使えるな、単語表現覚えれるな、情報も取れるなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、お友達へのこのチャンネルのシェアよろしくお願いいたします。それでは、Let's check this BBC latest news with subtitles at first. 字幕ありでまずこのニュース見ていきましょう。Let's check this out. This is BBC News, the headlines.Pictures emerge of the dramatic moment a child is rescued from a cable car dangling over a river in Pakistan. 18 bodies presumed to have been migrants are found in a forest in Greece where wildfires have been burning for days. And China's leader Xi Jinping hails a meeting of BRICS countries as of great significance as a summit gets underway in Johannesburg. さあ、どうだったでしょうか?が字幕ありでですね、このニュース見てみましたけれども、ニュースの概要アウトラインですね、そしてこのクイズの答え、南アフリカのヨハネスブルクでどんなサミットが行われているかという答え聞き取れましたでしょうか。3つトピックがありましたよね。1つ目はパキスタンでですね、ドラマティックレスキューということで、子供がですね、ケーブルカー、引っかかったケーブルカーから、まあ、救出されているという映像が入ってきたというものがまず1つ目。そして2つ目はですね、ギリシャで山火事が起こっていて、その火事の後からですね、マイグランツ、まあ、移民と思われる18人の遺体がまあ見つかったということ。そして3つ目はですね、ヨハネス・グブレグで、リスニングクイズの答え、ブリックスですね、ブラジル、ロシア、インディア、チャイナですね、ブリックス、このブリックスと呼ばれる経済圏のリーダーが集まってですね、ミーティングをまあ開始しているということで、このリスニングのクイズの答えはですね、この BRICS サミットですね、BRICS ミーティングが行われているということでした。さあではですね、この原稿を使いながらさらにこのニュースの詳細ですね、単語表現チェックしていきましょう。This is BBC News Headlines. これはいいですね、BBC ニュースのヘッドラインです。速報ですということですね。Pictures emerge of the dramatic moment a child is rescued from a cable car dangling over a river in Pakistan. ということで、パキスタンの川でですね、dangling というのは、dangling、ぶら下がっているですね、dangle、dangling。dangling。ぶら下がっているケーブルカーからですね、子供、a child、まあ、一人の子供ですよね、a child、一人の子供がレスキュー、救出されるというドラマティックモーメント、まあ、劇的な瞬間のピクチャー。映像ですね。映像が、まあ、入りました。ということですね。さあ、ここ、覚えておきたい単語ですけれども、ドラマティックモーメント。まあ、日本語でもドラマチックなんて言いますけど、日本語に訳すならどうなるんでしょうか。やっぱ劇的ですね。ドラマティック。声に出して覚えておきましょう。ドラマティック。ドラマティックモーメント。劇的な瞬間。ドラマティック。
ここでは救出される劇的な瞬間ですね。そして、ダングリング覚えておきましょう。ぶら下がるっていうことですね。川の上に通っているケーブルカーでぶら下がっている子供がですね、救出されたっていうニュースがまず一つ目でした。では、二つ目見てみましょう。18 bodies presumed to have been migrants are found in a forest in Greece where wildfires have been burning for days ということで、何日間もですね、wildfires 山火事ですね、続いているグリース、ギリシャのフォレスト、森林でですね、found 発見されたということで、誰が発見されたか、ここがですね、まあ、集合になるわけですけども、18 bodies ですね、18人の体、presumed というのは何々と思われるということですね。ですから、migrants、移民と思われる18人の、まあ、焼けたかどうかわかりませんけども、まあ、死体がですね、ギリシャの森で見つかったというのがニュースですね。二つ目のニュース。今、ギリシャだけではなくて、カナダもですね、そして少し前にはですね、ハワイでも、このワイルドファイア、山火事というのがですね、どんどん広がって、もう世界中至るところで山火事が、起こってますね。さあ、ではここ、押さえておきたい単語ですけども、presume、言っておきましょうか。presume。presume、推定する。presume。ということですね。声に出してみておきましょう。presume。presume。ですから、presume で推定されたってですね。何々と思われるってことですね。migrants、移民と思われるってことです。burning というのは、burn というのは焼けるですね。焼け続けている。for days。何日間も山火事で焼け続けている。続いているってことですね。これが二つ目のニュースでした。さあ、三つ目見てみましょう。And China's leader Xi Jinping hails a meeting of BRICS countries as of great significance as the summit gets underway in Johannesburg. ということで、そして中国のリーダー Xi Jinping さんが hail というのは称賛するということですけれども、この BRICS のミーティングを称賛しているということで、as of great significance。As of great significance で、重要な、非常に重要な意味を持つということですね。As of great significance. As of great significance. As of great significance. As the summit gets underway in Johannesburg. この BRICS サミットはですね、南アフリカのヨハネスブルクで行われていますけれども、As of great significance. 非常に重要な意味を持つということで、このサミットですね、中国の Xi Jinping さんが Hail、称賛しているということですね。BRICS、ブラジル、ロシア、インディア、and China ですね。まあ、発展途上国でありますけども、まあ、次の経済をですね、世界経済を牽引していくだろうと言われている BRICS ですけれども、今の国際情勢を見るとですね、ロシア and China ですね、一緒になっている、そこにですね、インディア、どう考えているのか、どういう立場を取っていくのか、ブラジルどういう立場を取っていくのかですね。非常に気になるところでありますけれども、今、ブリックスサミットが行われているというニュースですね。これが3つ目、のポイントでした。さあ、では、このニュースのですね、詳細の意味、単語表現確認しました。このクイズの答えですね。What is going on in Johannesburg? ということで、The answer for this listening question is BRICS Summit ですね。BRICS Summit が開かれているという答えも分かりましたので、3つ目。字幕なしでもう一度 BBC ニュース見てみましょう。えいということで右側の原稿を消しましてですね、左側のリスニングだけでですね、BBC ニュース見ていきたいと思います。しっかりとですね、耳を研ぎ澄まして、しっかりと英語のリスニングだけでこのニュースの詳細、しっかりと理解できるのか、学習した単語表現しっかりと覚えているのかチェックしていきましょう。では、Let's try to understand every details of this BBC latest news, but this time only listening English without subtitles. Let's try it. This is BBC News, the headlines. Pictures emerge of the dramatic moment a child is rescued from a cable car dangling over a river in Pakistan. 18 bodies presumed to have been migrants are found in a forest in Greece where wildfires have been burning for days. And China's leader Xi Jinping hails a meeting of BRICS countries as of great significance as a summit gets underway in Johannesburg. さあどうだったでしょうか。しっかりと聞き取ってですね、リスニングだけで英語の意味、このニュースの意味理解できましたでしょうか。英語と一言で言ってもたくさん種類
ありますよね。たくさんの英語の種類が世界中で話されていますので、いろんな英語を聞いて、そのスピードやアクセント、発音、リズム、ま、そういうものに慣れてですね、関連する単語表現をしっかり覚えて、リスニング力、単語表現力を上げていきましょう。さあ、ここまではですね、インプットの練習をしてきました。英語を聞いて、そして単語表現を調べてですね、このニュースの意味を理解するというインプットでしたが、次からアウトプット練習行ってみましょう。まず最初のアウトプットは音読練習ということで、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力をアップするために、お手本の英語を真似しながら、発音、音のポイントを抑えながらですね、原稿を使って、この右側の原稿を音読して、たくさん英語を話してスピーキング力アップしたいと思います。まず、左側のお手本英語を部分部分聞きます。そして、その後に音の特徴、発音のポイントを解説しますので、そのポイントを押さえながら、右側の原稿を音読をして、何度も音読をして、ネイティブのように、お手本のようにサラサラっと話せるように練習していきましょう。では、Let's try to speak in English out loud to try to become fluent English speakers. Let's practice speaking in English, of course, with having fun. 楽しみながらいきましょう。This is BBC News, the headlines. Pictures emerge of the dramatic moment a child is rescued from a cable car dangling over a river in Pakistan. ではこの部分、音読していきましょう。そうですね、このザの音ですね。教科書通りだとザと習いましたけれども、ネイティブが発音するとダっていう音になりますね。Picture emerge of the dramatic ではなくて、of the dramatic ですね。The dramatic.そしてこの a child, a もですね、聞こえるか聞こえないかでしたよね。a child ですね。そして dangling, しっかりと発音していきましょう。ぶら下がっているですね。そして river, この r の発音、l の発音、日本人がですね、難しいと言われますが、r の発音はですね、舌が口の中のどこにもつかない感じで息抜く感じですね。river ですね、意識、river。L の場合は下の先が上の歯の後ろにくっつく感じで light ですね。さあではこの部分、先ほどのお手本を思い出しながらネイティブになりきって音読練習行ってみましょう。ではいきます。 This is BBC News, the headlines. Pictures emerge of the dramatic moment a child is rescued from a cable car dangling over a river in Pakistan. どうでしょう、皆さんもしっかり声出しましたでしょうか。では次ですね、この部分聞いて音の特徴、発音の特徴を捉えていきましょう。 18 bodies presumed to have been migrants are found in a forest in Greece where wildfires have been burning for days. さあではこの部分ですね、まず英語の数字ですよね。80と18では80と18で全然違いますので、 18 bodies、 ここにですね強調されてましたね。しっかりと数字はですね発音していかないと誤解を招きますので、18ですね。18 bodies と言ってました。そして、found in a forest ですけども、ここですね。in a forest と言っちゃうとですね、いかにも日本人英語となってしまうので、in とくっついて、in ですね。in という音ですね。in。そして、英語の単語で最後 t というのがたくさんそういう単語があると思いますけども、この単語の最後の t サウンド、ほとんどですね、聞こえないですね。フォレストではなくて、フォレスト。最後のトーとちっちゃい2みたいな感じ。フォレストですね。ですからここですね。found in a forest。森林で見つかったの in a forest。意識していきましょう。この最後の t サウンドですね、抜けるような。スッという音ですね。スッという音。フォレスト。では、この部分、このあたり、ポイントを押さえながらですね、先ほどのお手本を思い出して、音読楽しくいきましょう。では、いきます。18 bodies presumed to have been migrants are found in a forest in Greece, where wildfires have been burning for days. さあ、では、3つ目の話題いってみましょう。この部分ですね。聞いて、どこに発音、音のポイントがあるのか、チェックですね。And China's leader Xi Jinping hails a meeting of BRICS countries as of great significance as a summit gets underway in Johannesburg. さあではこの部分いきましょう。この BBC のキャスターですね、Xi Jinping、 C じゃなくて Z、 Z に近い音でしたね。 Xi Jinping と言ってましたね。 Xi Jinping。 そしてこの
the ですね、だという音になるというところがポイントですね。そして、as of great significance。これもですね、T しっかりと発音してしまうといかにも日本人英語になってしまって、great になりますけれども、最後の T ほとんど聞こえないですね。great, great, great。最後にちょっと聞こえるぐらいで、great, great significance ですね。この T サウンド、意識していきましょう。そして、この A もですね、as a summit。もう、as と A がくっついてる感じですね。as a, as a ですね。as a summit, as a summit, as a summit と言っちゃうと、たどたどしくなりますので、as a summit。まるで一つの単語のようにですね。as a summit。いきましょう。ここにも小さいのになります。サミットではなくて、as a summit, as a summit。ほとんど聞こえないですよね。as a summit。そして、日本人はですね、ヨハネスブルグ、よ、と言いますけども、ジョハネスバーグですね。英語の発音はジョハネスバーグ、これを意識しながら、ではこの部分、お手本を思い出しながら発音してみましょう。では行きます。And China's leader Xi Jinping held the meeting of BRICS countries as of great significance as the summit gets underway in Johannesburg. どうでしょうか。皆さんもポイントを押さえながらしっかりとですね、英語声に出しましたでしょうか。やはり何事も練習しなければいけませんけれども、一番の上達の方法というのは、やはり上手な人を真似するということですね。スポーツの世界でも、この英語でもそうですけれども、お手本を真似して、モノマネをしていくことによって、どん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 自分もですね、その上手な人に近づいていくっていう、こういうやり方で、効率よくですね、スピーキング力を上げていきたいと思いますので、楽しくたくさんお手本を真似して、皆さんも英語を話していきましょう。さあでは次はですね、Let's talk about your opinion and the information we got from this BBC latest news by using Google Auto Translator ということで、Google 自動翻訳を使いながらですね、自分の言葉でどんな情報をこの BBC ニュースから得たのか、そしてどんなことを感じたのか、もし感じたことがあればですね、話せるように、より実践的なスピーチ練習やっていきたいと思います。今画面に映っているこの Google 自動翻訳を使いますけれども、左側、言語を検出する方を英語に設定して、翻訳の右側を日本語に設定します。そしてこのボタン、音声入力による翻訳というボタンを押すと、ここが青くなって、お話しくださいって言ってますので、そうなったらですね、自分の英語でスピーチをして、この BBC ニュースからどんな情報を得たのか、どんな情報があったのか、自分の言葉で表現する。そして思ったこと感じたことがあればですね、英語で伝える練習をする、スピーチをするですね。スピーチをすると話した英語そのまま Google が聞き取って左側に英語で文字に起こしてくれます。そして右側には瞬時にそのままその英語を日本語に訳してくれますので、訳してくれます。もう一度このボタンを押すと聞き取りが終わって、この 右あたりに音声を聞くっていうボタンが出てきます。それを押すと、この左側の英語をそのまま Google が音読してくれます。つまり、自分の英語をそのままですね、ありのままもう一度聞いて、右側の日本語訳と照らし合わせながら、自分のスピーチ内容を確認することができるんです。ということは、発音がおかしければそのまま聞き取られていますので、自分の苦手な発音の場所がわかりますし、まとかですね、使っている単語や文法、そして全体の意味、英語と日本語でしっかりと復習することができます。復習して伝わっていないところを認識した後はですね、この左側の英語、この画面上で改善できますので、間違っているところを改善して、もう一度聞く、もう一度聞いた後は、その伝わっていなかった発音に注意をして、もう一度音読練習をする。声に出して音読する。この練習の繰り返しで、家にいながらですね、独学で、実践的な英語力、しっかりと高めていくことができますので、ぜひ視聴者の皆さんもですね、Google 自動翻訳を活用して、この練習やってみてください。それでは、このボタンを押して、私がこのニュースから得た情報、そして感じたことをですね、英語でスピーチしてみたいと思います。では、Let's try to express our opinion and information we got from this news. Let's try it. There were three topics in this BBC latest news.The first news is in Pakistan. A child was being rescued dramatically from dangling cable car over the river.
And the second news was about wildfires in Greece this time. So many wildfires happening right now around the world, such as in Canada, some weeks ago in Maui Island of Hawaii. And this time, wildfire is being burning in Greece. And 18 bodies seem like presumed like migrants was found in the forest. And third news is about BRICS summit now being held in Johannesburg in South Africa. And according to this news, China's leader Xi Jinping held the meeting as a great significance. This information I got from this BBC latest news. What I'm most interested in is last topic, BRICS summit now being held in Johannesburg. As you may know, BRICS stands for Brazil, Russia, India, and China. So this country's stance is very important to foresee the future of the world, because it is said that China and Russia is getting closer their ties. And this is related to the Russia's invasion in Ukraine. And the position of India is also not yet cleared perfectly. And Brazil as well. So this emerging country's stance will be very important to foresee the future of the world, especially relationship with Western countries such as United States of America and of course Japan as well. This thing is what I felt after I watched this BBC latest news. この感じで得た情報とですね、そして自分の思ったこと、気になったことを英語でスピーチしてみました。このように話した英語そのまま左側に英語で Google が聞き取って文字に起こしてくれます。そしてこの英語の翻訳が右側に出ていますので、次はですね、このボタン、音声を聞くっていうボタンを押して、この自分のスピーチをそのまま聞きながら右側の日本語訳と照らし合わせてですね、しっかりと自分の発音、アクセント、リズム、通じているのか、そして使っている単語表現、そして情報、内容ですね、しっかりとこのニュースから得た情報を自分の言葉でアウトプットできているのか、そして自分の思いをアウトプット、伝えることができているのか、確認できます。では一度私の英語スピーチ確認してみましょう。Let's check my original English speech. There were three topics in this BBC radio news. The first news is in Pakistan. A child was being rescued dramatically from dangling cable car over the river. And the second news was about wildfires in Greece. This time, so many wildfires happening right now around the world. Such as in Canada.Some weeks ago in Maui Island of Hawaii, and at this time. While the fire is being burning in Greece and 18 ballads seemed like presumed like migrants was found in the forest. And sad news is about. Okay. BRICS summit now being held in Johannesburg in South Africa. And according to this, there was China's leader Xi Jinping held the meeting as a great significance.This information I got from this BBC latest news. What I'm most interested in is last topic. BRICS the summit now being held. In Johannesburg, as you may know, BRICS stands for Brazil, Russia, India and China. So this country. The stance is very important to foresee the future of the world. Because it is said that China and Russia is getting closer their ties. And this is related to their.Blushes in Beijing. In Ukraine, and the position of India is also not yet cleared perfectly, and Brazil as well. So these emerging country distance will be very important to foresee the future of the world. Especially relationship with Western countries such as United States of America and of course Japan as well. These things is what I felt after I watched this BBC latest news.こんな感じで一度自分のオリジナル英語を聞きながら右側の日本語訳と照らし合わせですね、内容を確認しましたけれども、これをすることによってですね、自分の発音がしっかりと通じていないところっていうことをまず把握できますね。そして、BRICS といったですね、
発音というかですね、固有名詞なんかとっても伝えるのが難しいですけども、まあ文脈でですね、分かったりすることもありますけど、できるだけ、bricks でですね、伝わるように、まあそういった感じで自分の苦手なところ、伝わっていないところを、まず理解することができます。そしてそれをチェックした後はですね、この右側の原稿をしっかりと正しいものに変更します。変更した後もう一度正しい音を聞く。そしてもう一度スピーチ練習をするという、この練習でですね、どんどん実践的な英語力が高まっていきますので、ぜひ皆さんもやってみてください。では、この左側の英語を修正しておきたいと思います。こんな感じで左側の英語を修正してみましたので、修正版もですね、一度聞いてみましょう。Let's check this revised English speech. There were three topics in this BBC latest news. The first news is in Pakistan. A child was being rescued dramatically from dangling cable car over the river.And the second news was about wildfires in Greece. So many wildfires happening right now around the world, such as in Canada, some weeks ago in Maui Island of Hawaii. And this time, wildfire is being burning in Greece and 18 bodies seemed like migrants was found in the forest. And third news is about BRIC summit now being held in Johannesburg in South Africa. And according to this,There was China's leader Xi Jinping and he hailed the meeting as a great significance. These information I got from this BBC latest news. What I'm most interested in is last topic. BRICS summit now being held in Johannesburg. As you may know, BRICS stands for Brazil, Russia, India and China. The stance of these countries is very important to foresee the future of the world.Because it is said that China and Russia is getting closer their ties and this is related to Russia's invasion to Ukraine. And the position of India is also not yet known perfectly in Brazil as well. So these emerging countries will be very important to foresee the future of the world. Especially relationship with Western countries such as United States of America and of course Japan as well.These things is what I felt after I watched this BBC latest news. こんな感じでですね、伝わっていなかったところを改善して伝わるようにして聞くと。そして最後にですね、この左側の英語を発音、音に気をつけてもう一度音読するという、この練習の繰り返しで、どんどん実践的な英語力を高めていきましょう。ということで、声の出せる視聴者の方はですね、一緒に左側の英語を発音に気をつけてですね、音に気をつけながらネイティブになりきって音読していきましょう。では、一緒に行きたいと思います。There were three topics in this BBC latest news. The first news is in Pakistan. A child was being rescued dramatically from dangling a cable car over the river. And the second news was about wildfire in Greece. So many wildfires happening right now around the world, such as in Canada, some weeks ago in Maui Island of Hawaii.And this time, wildfire is being burning in Greece, and 18 bodies seemed like migrants was found in the forest. And third news is about BRICS summit now being held in Johannesburg in South Africa. And according to this, that was China's leader Xi Jinping and he hailed the meeting as a great significance. This information I got from this BBC latest news. さあどうでしょうか?たくさん英語を話すと口が疲れてきますけれども、これもですね、スピーキングの練習ができていると思いながら、楽しみながらですね、たくさん英語を話していきましょう。では次行ってみましょう。What I'm most interested in is last topic. BRICS summit now being held in Johannesburg. As you may know, BRICS stands for Brazil, Russia, India and China. The stance of these countries is very important to foresee the future of the world.Because it is said that China and Russia is getting closer their ties, and this is related to Russia's invasion to Ukraine. And the position of India is also not yet known perfectly, and Brazil as well. So these emerging countries will be very important to foresee the future of the world, especially relationship with Western countries such as United States of America and, of course, Japan as well.These things is what I felt after I watched this BBC latest news. という感じに、英語を修正してみましたけれども、このインプットとアウトプットの練習をですね、Google 自動翻訳を使いながらやると、自分の考え、
そして持っている情報、そして思いをですね、しっかりと自分の言葉、自分の英語で相手に伝えるという実践的な英語力、どんどん高まっていくと思いますので、しかもですね、家で独学でこの練習ができるっていうのは非常にいいと思うんですね。コストもかからない、お金もかからないですし、まあ、好きな時にできますしね、これを練習しておくことによって実際に外国人とですね話す時にパッと自分の言いたいことが英語で口に出る、声に出して相手に伝えることができるっていうのは非常にやはり、語学学習をしているうちのですね一つの大きな目標だと思いますので、しっかりとこの力伸ばしていきましょう。いかがだったでしょう。今回の時事ニュースで英語学習、イギリス BBC の最新1分ニュースを使って私たちの英語力、そして情報を英語で取りながらですね、今世界で What's going on? 何が起こっているのかということもチェックしてみました。英語が理解できるとですね、日本ではあまり報道されていないような情報も世界中から取れてですね、それを知ることによって自分も世界もどんどん広がっていくという好循環になると思います。引き続き英語力アップ、そして情報力アップにつながる動画を上げていきますので、英検1級家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるななんて思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 Thank you very much for watching my video till the end. I hope you enjoy this video. If you think so, please subscribe my 英検1級家事チャンネル and please check other videos already uploaded thereLet's improve our English skills step by step, of course, with having fun. Once again, thank you so much for watching till the end. Have a good day, stay healthy, goodbye.